お。天眼山を抜けてきた。本当にやれたのは初めてのあの仕様に厳しいなこいつらな。絶対上司にならねえとなれねえ方がいいやつらだわ。優しくこしらねえやつばっかだな。ブラックホワイトのやつと全然違うから戸惑うわ。これはマリック。きっとおそらく何もバカやハハハハハハ。今ならあの時なんでエレンが笑ったか分かった気がするわ。ハハハハハハ。ロックカットするでしょどうせ。まずオスからやるか。やめろー、もうやだ。ほんとにね、どっち？オッケー。はあ、ほんまに気がやられた。え？レイト進化させたれよ。24レベルだったはず。ゴースト違ったっけな。多分こうなってくると不安定の次と多分まあ流れ的にはゲンガーは来るだろうな。あとはムーマがいるからムーマージーもあるかもしれない。さあこの24レベルゴーストが噛みつくで倒せるか。はいよ。多分当たっちゃうわ。これ俺読める。うん。打点としたらなんだ？シャドーボール、ナイトヘッドあたりか。
死んだわ。ごめん、だって黒いマダラじゃんってやってくるって知らねえもん。死ねえよてめえ。だって回復しても、じゃ逆にいい傷癖が残り9個、回復してここで全て使ってしまう。相手の呪い待ちいいでしょう。いい傷癖が9個使うか、いい部位を生かすか。今そのトロッコでした。今トロッコ問題でした。僕は正直に言いますよ、いい傷癖を取りました。仲間が全て全滅するよりはいい部位を取りました。 あ、こーえー、マジでシャドボか。シャドボ読みで一回ヒュンケルに行こう。お前だよやっぱり。とりあえず一回あれするわ、あのシャドボ読みで避ける。よし、ヒュンケルお前どうしたい、どうしたか聞いてる。ヒュンケルお前どうしたい、バッグに何かあるかって。分かった、見てみるわ。どこよ HP。 うん、これを誰に、雷神くんに。なんでお前の傷はどうすんだよ。おい、シャドボ次撃ってきます。なわけ、マジカルリフ撃たれたやつが何言ってんだ。信じてください。はぁ、お前のそんな目見たら信じるぞヒョンケル。わかった、ヒョンケル。松本さん大事です。きっと僕はこの時のために生まれてきたんだから。ヒュンケル、ヒュンケル、なんでお前の方が早いの。あ、待って、やばいやばい、急所取んなよ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 、おー